ち来い心理学ラジオネーム、お、初ですかね、ジョビさん、ジョビさん、 J-O-V-I、 ジョビさん、ジョビさん、はい、ありがとうございます。山先生、青木先生、バッチ来い、こんにちは。ありがとうのバッチ来い、こんにちはこんにちは、向井さん、こんにちは、向井さん、ちゃんとあの僕のために書いてくれたありがとうございます。いや、青木くんがね、あのバッチ来い、こんにちはって言えば全て丸く収まりますよ。はい、言わないと言わないと毎日 YouTube の更新を楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。今月7月に、5G、 あの5のね、5の G ルートということですね。公認心試験を受けてからの新参バチコイファンです。いや、嬉しいですね。そして試験お疲れ様でした。もうすでに出た質問でしたらごめんなさい。中学生の不登校と日々楽しく格闘しているのですが、その中の一人がどうもメンヘラちゃんのようなのです。ほうほう。手首を切る真似を見せたり、食事を取らずに減った体重を報告にしてきたり、病院でもらった薬を飲むところを見せたりします。その度に真剣に心配して声をかけているのですが、最近ようやくこれは心配するだけでは根本的な解決にならないのではと気づきました。根っこは母子分離不安かなと思います。心配させる行為を続けるうちに本当に倒れてしまうことのないよう、そのような行為をやめさせたいのですが、どうしたらよいでしょうか。アドバイスをよろしくお願いします、というなんかまあお困りなあのようですかね。心配ですね、確かに。まずあの初お便りありがとうございます。ありがとうございます。全然、まあ、そのあれですね、メンヘラちゃんっていうのは何ですか。ね、そのメンヘラっていう、まあ、一般的に使われるあの言葉が、まあ、あるん、はい、という認識はあるんですけれど、はい、だそのなんだろうな、なんかメンタル的に不調な様子に見える言動ってことなんじゃないかなと思います。なるほどですね。まあ、調子、メンタル調子悪い方結構いると思いますけど、うん、まあ、この方が担当されている方が、まあ、どういう方かっていうのは我々正確には分からないので、うん、まあ、一般論的にはってことには何ですか、ね、そうそうそう、はい、ね、立場によると思うんですけど、うん、なんかね、こう振り回してるとかアピールだって思うはなくてもいいかなって気はしますね。ああ、なるほどですね。うん、というのは、まあ、動画でも紹介したんですけど、うん、ボーダーラインの方、はいはい、あの診断名ですけどね、はい、ボーダーラインパーソナリティの方っていうのの、その行動上の特徴があるんですよ。はい、でそれが、傍から見たら、こう振り回してるように、見えると。うん、いうことが書いてるんですけど、うん、実際は必死になってるっていうことが、まあ、多いというか、まあ、それが大半だと思うんですけど、だからなんか無理にやめさせようっていうか、まあ、その裏にあるね、そうしないとたまらない、心配だとか気持ちっていうのにこう寄り添ってというか、うん、そっちを理解してあげた方がいいんじゃないかなって気がしたりします。なるほどですね。あ、まあ一意見、一般論としてですけど、うんうんうん、やっぱり何らかの行動も、まあ、行動主義的に言えば機能があって、行動主義的に言わないと意味がありますからね、やっぱり。なんかね、リストカットの研究とかを見ると、うん、アピールしてるっていう方が少ないんですよ。うんうんうん、まあもう絶対アピールしないかっていうとそれは分からないけれど、うん、むしろそのストレスが溜まった時にストレス対処としてやってる場合が多いので、うんうん、それをなんかこうアピールって言っちゃうとね、ちょっとその本人の意図とずれちゃうから、うんうん、なんかこうしんどい時とか心細い時にそういうのするのかなっていう理解も、うん、ありかなって気はしますけどね。そうですね。そういう行為自体は確かにそういうことなんだろうなっていうふうに思いますけど、ね、うん、伝えてくるっていうことについてはなんか僕はそれはコミュニケーションの手段なんだろうなっていうふうな気はしますけどね、うんうん、多分なんかそれまで
の生活の中でなんかそういう風なコミュニケーションを取ることでなんか逆にうまくなんか伝えられたりとかっていう風な経験をしているって可能性もあるので、うん、なんかそういう方法を取らざるを得ないような状況にあるっていう可能性とかもあるのかなと思いますので、うん、なので、うん、ね、そういうあの意見も踏まえてちょっとお役に立つようなあのものがあればいいんですけど、そうですね。なんであの岩野さんのやっぱり弁証法的行動療法の動画とか見てみていただいて、うん、なんかどういう風になってるのかなってまず、うん、あの勉強していただくといいかもしれないですね。あとあのまあこれ最後のあれですけど、一般的にはその問題っぽくない行動、普段の行動、挨拶するとか学校に来るとか、そういう当たり前の行動に注目してあげるっていうのがまあ基本戦略だったりするの で、 そ、 うです、ね、まあ、そんなところがあれば声かけしてあげてはいかがなと思います。まあ、それ以外 の、 なんかあのコミュニケーションっていうのをきっと取ってると思うので、そういうコミュニケーションを取った時にすごくよく関わるとか、なんかそういう風にするといいですかね。だから一つぐらいちょっと使えるのがあるといいんですけど、はい、ジョイさんまた次回までお待ちしてます。バチコイ心理学、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。